モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。今週も大賞に輝いた方には古河市にある増田切箱店の切りの中島な板プレゼント。今日は金曜日なんで大賞発表です。その前に今日届いたおもろい家族紹介することにしましょう、はい、あ、いや、今週の大賞ノミネート作品を紹介することにしましょう、今週の大賞ノミネート、今週はね面白いものがたくさんあって、しかもねその一つ一つがね割と大作で長かったんですよ。まずはこちらですね、女性の方。私今年初めて心霊体験しました。6月のこと、私たち夫婦共働き、近くに住んでいる姉夫婦も共働き、お互いの夫婦と実家の母と協力して子育てしております。保育園に通う我が子たちは保育園から帰ると晩御飯まで姉の家で面倒を見合っています。そんな姉の家なんですが、トイレの横にお風呂の脱衣所の入り口があって、脱衣所の扉は開けると中が見えづらいように薄いのれんがかかってて、私がトイレに行って用を足し終わって出てきた時、脱衣所側ののれんの向こう側すぐ近くに仁王立ちの長身の人間にすっごい見下ろされているように見えて、はっと脱衣所を見たら誰もいない。え、隣で確かに人が立ってるように暗かったんですが、落ち着いて見てみると脱衣所、夕方とはいえ光が入って明るくなっていたんです。もう心臓バクバク、絶対見下ろされていた、でもきっと気のせい、見間違い間違い間違いとなかったことにしようとしました。でも数日経って気になって気になってどうしようもなくって姉に言ったんです。この間脱衣所でさ、まあなんかいたのかもねと笑って終わりました。姉の子供はそもそも何か感じる体質みたいで、毎回トイレに行かなくてもなんか嫌みたいで脱衣所の扉を閉めるんです。それもあって大して気にしないことにしたんです。で数日後急に姉から LINE が来て、義理の妹に聞いたんだけどさ、あんたの旦那のおじいちゃん生きてる？多分お父さんの方かな。ドキッとしました。旦那のお父さんの方のおじいちゃんは2年前に亡くなったんです。しかも長身、今年は3回忌でした。新型コロナウイルスの影響で集まりもなく手を合わせていなかったんです。どうしよう、怒っているのかな、っていうか旦那の方に会いに行きなよなんで私の方に会いに来るわけ。姉は義理の妹が霊感がある人で、その義理の妹が言ってたことによると、おじいちゃんどうも孫に会いたくって会いたくって仕方なかったらしく出てきたみたいよ。でも孫に会いに行って怖がられるとショックだから私のところに来たということいや私だって怖いし、下の子が生まれて3ヶ月頃会いに行こうと思ったらおじいちゃんは入院し、結局下の子には会えずじまいだったんですが、出産したことは知っていたので会えなかった、抱っこできなかったことを少し悔やんでいるということなんです。おじいちゃんの要望は仏壇の前で孫に会いたかったようなんですが、コロナの影響で家に上がるのはねっていうことでお墓参りに行くことにしました。それなのにお墓参り当日、おじいちゃんが会いたがっていた下の子が発熱、前日まであんなに元気だったのに、でも熱がある割に元気だったんですが、どうもおじいちゃんがワクワクしすぎてその影響が下の子に熱として出ていたさっとお墓参りしてとんぼ返り、お盆は自粛していたのでお墓参りにも行ってませんが、おじいちゃんも落ち着いたようで一段落もう出てきておりませんちなみに姉が結婚する前に住んでいたマンションに遊びに行った時も、その霊感のある義理の妹がリビングのドアの向こう側にずっとリビングを覗いている女の人がいるから、キャーやめてよ、大丈夫、何にもしないから、リビング覗いてるだけ、そうじゃなくて怖いの。怖い話は大好きなんですが、身近な話だと超怖いなと思いました。ちなみにうちで19年生きた猫も2年前に亡くなったんですが、育ててくれた母についてるっていうことだそうで、
猫は家に着くって聞いたけど結局は世話した人のところに行くんだな。結婚して家を出て一緒に住んでいたのは私なのに。どういう役飼い主私、実質長年世話した人母、亡くなった場所私ん家、母が仕事中の時だけ我が家に帰ってきて母が家に戻ると母の元に行くという飼い猫をしているそうです。なんでそれでも可愛いなっていう。不思議。これね、あの霊体験でここまで面白いのってないんですよ。そうですよね、これなかなかいいんですよね。さあ、それからね、これも良かったな。女性の方、初めてメッセージいたします。去年2月に私乳がんの告知を受け、4回の抗がん剤の後7月に手術し、その後も化学治療の点滴と続いて怒涛の1年を過ごしました。点滴も終わって薬を服用しながら仕事も3月に復帰しました。その間の主人は今まで以上に優しさにあふれてて、2月に宣告を受け、3月は毎週毎週病院転移していないか調べたり MRI 取ったり、そのたんびに病院について来てくれました。抗がん剤を始めると体中の毛が抜けて、髪の毛はもちろんですが大事なところの毛も、毎日一緒にお風呂に入って頭を洗ってくれて、抜けた髪の毛も処理してくれました。そしていつものように一緒にお風呂に入った時、なぜかカミソリを持ってお風呂場に、何するんだろうなと思っていたら、主人がお前と一緒で髪の毛は剃れないけど大事なところの毛を剃ってお前と一緒だ、そして大事なところの毛を剃り始めたんです。マジかって思いました。ツルツルの主人のあそこを見て二人で大笑い。毛を剃ったことも主人の優しさだったんでしょう。私が生え始めるまで主人はずっと剃り続けてくれました。その主人と今年は結婚25周年、主人と一緒で優しい息子二人にも恵まれました。幸せな日々を送ってます。再発しないことを毎日祈りながら過ごしてます。二人でお伊勢さんに行けたらいいね。それを目標に仕事と家事に頑張ります。そうですか、ね、優しいご主人ですね、うん、それからね、これも行きましょうか、男性の方、うちの妻はお父さんを病気で亡くしてます。だから私はお父さんに会ったことがありません。妻はお父さんのことが大好きで、お父さんも妻のことをすごく可愛がっていたそうで、よくいろんなお父さんの話をしてくれます。父はすごく子煩悩だったから孫に会いたかっただろうな、初孫だし。そうです、妊娠したんです。で、出産の出来事、数日間微弱陣痛で陣痛促進剤を入れて、でも微弱陣痛のまんま、あの手この手を使いましたがなかなか出てこず、帝王切開で手術することになりました。ドクターから、今から15分後ぐらいにお子さんが出てきて40分ぐらいで奥様が出てきますのでと言われて待合室で待っていたんです。しかし予定時刻の15分経っても出てこない、20分30分と経過しても出てこない、何かあったのかな、いろいろ考えながら、お父さん、女房と子供を守ってください、お願いしました。予定時刻から1時間を経過した時、子供が元気に出てきました。ひとまず安心、次は妻の番。出血量が 1000cc を超えているとの情報、大丈夫か。結局妻が1時間半後に出てきて、お子さんも奥さんも無事ですよ。出血量がトータル 2000cc を超えていたそうで、いやー、母は強しですけど奥様は本当に強い。貧血やいろんな検査しましたが異常なしです。私も正直驚いてます。でも母子ともに元気でよかったです。ありがとうございます。帝王切開中お父さんにずっとお願いしてたから、ちゃんとお父さんに改めて出産報告しろよと言ってました。そしたら妻が、実は昨日夜中の授乳した後、窓際に立って子供をちょっと持ち上げて、お父さん無事生まれたよ、ありがとう、抱っこしてあげてと言ったら、10秒ぐらい子供の体重を全く感じなくなった。その後背中にすっごいぬくもりを感じて、優しく2回背中をポンポンって触られたんだよ。長男はまだ教えてもないのに、お父さんの家を見ておじいちゃんと言い出しました。
この子はお父さんに会ったことがあるんだろうなと思う何から何まで不思議な出来事でした。そうですか、ね、会いに来たんでしょうね。それからもう一つね、お子さんの話もあったんですけれどもね。さあどれが良かったでしょう。うわ、感動はその2本ですけど、面白ホラーも傑作でしたね。面白ホラーいっちゃおうか。はい、大賞決定、表彰状、面白ホラーどのあなたの家族はこの度その面白さが認められ FM 福岡モーニングジャムオムレツ大賞に決定いたしました。今後もその面白さをいかんなく発揮 してください。2020年8月28日 FM 福岡モーニングジャムおもろいくつく委員会会長中島浩二、副会長今村敦子、増田切箱店の切りの中島ナイトプレゼントです。おめでとうございます。来週も同じ商品ですよ。お楽しみに。